朝一で来いよ。え？ちょっと一応今全身が毛羽立ってるのでやめていただけるか。ちょっと高瑠ちゃん。もう何言ってるの？身をやるか？ゾワゾワする。寒気がするタイプだ。神山。手とさ、足先とさ、脇だけがさ、汗すごいんだよね。これね、私がいつもうるさいのにね、なんかぽいちゃん今日叫ばないねとかいう話じゃないんだよ。ビビってるからさ、心拍数だけドキドキしてさ、なんか末端汗かいてんだよ、ずっと。ほらほら、ほら。進めろよ。ほら。これびちょびちょなんだよ。びちょびちょ末端という末端から汗が出てくる。配慮館での鍵見の数日後、ひつこはどこへ、もうさっき読んだやつ。アンティークカフェ、黒沢。カフェだけ見たらいい感じなんだけどな、普通に。骨董屋って書いてたよな。あ、確かに。アンティークカフェ。骨董も売ってるみたいなことなのかな。あー、でも。あ、いい感じ。あー、好き。なんか。あの、飾り、ん？なんだっけ。あー、やっぱり売ってますよって感じか。実際にお店で使ってるものをお買い求めになれますよみたいな感じ。幸薄。黒沢、ひそかさんはいらっしゃいますか。幸薄っつったけど、なんかすげえ昔の私を思い出すこの髪型。依頼をした氷見野です。あ、基本的にこのお店がなんかそういう感じなのか。ということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し、山に行ったかもしれない。山の近くで遥かを見た人がいて、自殺の名所ですよね。遥かがそんなところに行くはず。あ、遥かってこう探すのか。私に何も言わずに。すみません、黒沢が戻り次第。遅くなるなら結構です、うん、自分で確かめます。ああ、人探しの依頼。ああ、ここ数日戻ってない。依頼と関係あるのだろうか。ん、2階にある部屋を調べれば何かわかるかもしれない。大丈夫か。封書。ああ、さっきの子じゃない？うん。人探しの依頼なのか。ああ、そうだね。黒沢さん、ハルコを見つけ出してください。見つけてください。うん、失踪して1週間になります。やっぱり人探しとか引き受けてもらえないのでしょうか。そうだよ。警察に連絡しましたが、また神隠しかもしれない。お、あまり真剣に取り合ってくれません。また？また。ハルカが私に何も言わず一人で行くはずがありません。きっとよくないことが起きたんです。自分の不幸ないら、いくらでも耐えられるけど、ハルカが苦しむのためられない。今もどこかでハルカが私を待っていると思うと、それって息ができなくなります。はるかはまだ言っています。私には分かります。早くしないと。あの時も、はるかと私の大切な写真を見つけてくれましたよね。本当に嬉しかった。今度も力貸してください。写真。2回目なの？さっきのとこにあったんですか？ああ、写真。うん。で、左が多分いなくなっちゃった子。ああ、やっぱり。おお。この人を探して、氷上山に自殺の名所だという。氷見野さんは、きっと、この山にいる。はあ。やっぱり山なんやね、こういうのは、ね、山とか村とか。あー、で一人で来ちゃったのか、この子は。しかも日が暮れてから。なんでだよ。朝一で来いよ。おーおー、びっくり。フラッシュバック。あー、この子には見えているということ。スマホ鳴るな、お前。怖えんだ、バカ野郎。バカ野郎め。シャッターチャンスではなかったのか、今の。バカ野郎がよ。チャレンジを持っていない。お前大丈夫か。どこだったの。じゃあ残影が見えてそれを追っかけているだけということ、うん、え、武器置いてきたってことだよね。お、捨ててやるのか。物理か。捨て頃か。捨て頃の方が強いのか、お前。何か落ちている。何？ヒーロー。なんだ、刺し。うわ、やめて、やめて。ああ、スティックだ。え、やだ。何、やだ。ゴーストハンドが現れることがあります。あ、何か、あ、なるほど、拾うときに注意ってことか。一瞬頭の中にゴッドハンドって出てきちゃった。いないで。
何これ清めの日綺麗だけど灯籠っぽい御神木から作られた清めの火を起こすための火種、ね、水気とともに汚れを消し去ることで体調を整える。お打ち消しの実、あさっきのやつかアイテムか、うん、あ水で濡れると濡れメーターが濡れメーター濡れメーターってなんだよネーミングもうちょっとあっただろう。濡れ状態になると霊感見やすくなり襲われることが多くなります。そうなんだ、あ乾くってことなのか火で。ドライヤーじゃん。このなんか光ってる、この中に入るのちょっと怖くない？うん、あったあった、カメラちゃんの前もあれ、あーそっちなのか。ってことは連れてかれた可能性があるってこと？残された。14式フィル24枚、ちょっといいやつじゃない？あ違うか、もともと強化レンズ、あっ熱っ、あー相手をよろけさせる Y でしよう。缶強化装置缶、あー切り替え、あー装備ができるようになったってことか、装備切り替え撮影じゃ、圧って書いてある。あフィルムを選ぶ、あで縦でレンズだ、くるくるする、あなんか映ってる、うん、いるわ。どこ？うわあああああ！え、やばい！めちゃくちゃ、あ。トゥク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 。おお、すごい。やった。あつ。あつ。急に来るじゃん。あ、消えた。あ、びっくりした。溶けた。こんな急に来るんだ。探索パートとか思ってた。おーびっくり、怖いからめっちゃ引いてっちゃう。引いた、なんか右が、ね、いや映ってる、あ落ちてった、撮影チャンスか、撮影チャンスって言うなよ。え落ちてった、誰覗く、え怖くない、闇の中に消えている。えっ！おう。ちょ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 、ごめん。そういう話？え？ちょ待って、いないの？よし。初めて撮れた。初めて撮れた。気を見上げる海の冬日。ああ、気配が途切れている。おっと新聞拾うか、おお。枯葉の積もった地面にノートに自分の名前、枯葉の積もったってのと結構時間経ってない、そんなことないのか。はるかがいなくなってからどうしていいかわからない、私一人では何もできない、ちゃんと呼吸もできた、それおかしいだろ。はるかがいなくなって子供の頃から一緒だったはるかがどんなに大切か、かけがえがないかわかった。ああ、そんな真面目的な。私の部屋からハルカが帰ったあの時、自分が何かできたんじゃないかと、あの時私が何か言えばハルカはどこにも行かなかったんじゃないかと、そのことばかり考えて声心が潰れそう。まさかこんなに辛いなんて、私が切ればよかった、私の方が切ればよかったの。病んでる。怖いよ。ハルカが帰ってきたら伝えたいことがある。一緒に終わる前に本当の気持ちを言ってもいいよね。ハルカは得にしてるかもしれないけど、ちゃんと。お？一緒に終わる前にって言ってないか。うん。一人の問題じゃなかったくさくない？このメモをよすがにすれば後を得るかもしれない。いるいる。さっきの人、ねえすごい不安定するんだ。取れてない。なんでだ。なんで来るんだよ、いていっぱいいるいっぱいいる、やばい、ちょっと一応今全身がケバだっていうのでやめていただけるか、ケバって女子高生や、うん、どうぞ、女子高生中学生、待って近い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 、あなになになに、あ解除しちゃったカメラ、逃げ、めっちゃ下がるじゃん、怖い、何言ってるの、俺をやる子、あ取れた、ちっちゃいちっちゃい、でも神社怖い、人形は怖いです、ちっちゃいの一体でも怖いのにさ、動くんかな、やめてよ、ちょっとチャンス、どうだ今回は、
今回ちゃんと取れたんじゃないか。扉を調べる日々の冬日。固く閉ざされている。なんか中光ってない？あ、これはこれはそういうこと？振り向きできない。え、違うの？違うってこと？そのドアノブ取るんじゃない？でも後ろだよ。下ドアノブ？あれ違うのか。あ、しましたしました。ビビりすぎなんだけど。どこ行ったん？あ、そっちなんや。あ、戻ってる。あ、もう全身ゾワゾワする。なんでだよ、怖っ。お前らは何なの？背中を見送る。俺すごくない？トリアだ。あ、消えた消えた。なんタックルの構えやめてもらって。怖い怖い。なんでここのさっきの人形のあれはわかるんだけど、出てくるのが男の霊なん？物申してえわ。なんかいる。あれ、女の子歩いてない？あ、これは取るあれじゃないのかな。うん、まだあれか。私が足取りを終えたってことなのか。走れってこと？見つけたんじゃない？あ、そうだよね。あなたを探してきたの。探してきたの？探しに来たの。まだ生きてるっぽいよね。